サムスタンス。サブスタンスちゃう。いい勢いに入ってきたね。レジスタンスたまります。スレジスタンスのたまりバスタスタンス。というわけで、なんですか。あなたは霊を信じますか。どうですか。というわけでね、今日はですね、あのこの霊感のなさそうな2人が、はい、あの霊感をチェックしていこうという企画です。ちなみに、はい、霊感がある人っていうのはすごいこう俺の中では信じられんようなエピソードを言うわけですよ。そうですね、まあ、僕らの身近にもねいて、うん、まあ、あの別のチャンネルの人なんですけど、まあいますね、はい、てかまあ結構近い親戚ぐらいの人にもいますわ。あ、ほんま、うん、もう見えちゃうみたいな。いや、もうなんか足掴んで気づいて見上げたら誰もなかったみたいな。それぐらいのレベル体感しちゃう系なんや。系の人がおってけど、怖い怖い怖い。まあまあ、あのその話を置いといて、まあ、僕たちにはまあそういうね、非現実的なことは全くなく、全くなく、全くなく普通にいつまでも現実見て、はい、霊感は感じず。感じたことないっす。ないっすよね、あります。まあほんま一個なんかあったかなって思うやつは、はい、ほんまに小学校の時なんですけど。小学校の時、あの廊下が結構長かった家の、はい、で暗くて怖かったんですよ、うん、夜ね、うん、で歯磨きし終わった後に、うん、その廊下渡って自分の部屋行かないとダメなんですよ、うん、でその間に親父の部屋があって、はい、もうそこそ一瞬で突き抜けようと思ってダッシュしてる時に、うん、親父の部屋の電気がパッてついたんですよ。えでもあっちに親父おるんですよ。リビングに親父おるからそんなことは絶対ない。普通に怖いやんっていうのだけ、うん、1回だけそのあったな。普通に怖い話やん。そうなんですよ。怖っ。でも鳥肌っぽかってる。絶対スイッチバグってただけ。え、いやそうか、絶対スイッチバグってただけ。俺思ってんの。まあまあ、ポルターガイスト的なやつ。友達の話で言うと、うん、ほんまにその影、人の影みたいなのが、うん、もう結構お盆とか特にやばくてうごめいてるらしくて、とかもうあの調子いい日やったらはっきり見えちゃうらしいんですよ。え、はっきり見えちゃうらしいんですよ。もうバンって。え、じゃあもうお前がその友達だとしたら、はい、こう俺みたいに俺が霊やとしてもこんな感じでおるってこと。あ、もう強い時はもうそんぐらい見えちゃうみたいな。えおーみたいななるらしいです。えい、あれみたいな感じか。そうそう、えこれはできへんねんけど貫通するみたいな。見えるらしくて。うい、もう損しかないやろ霊感なんか。ちょっと見てみたいな。俺はもう怖いことしか起こらんから いらんな思ってんすけど。というわけで本日はですね、こちらのサイトで霊感強いかも霊感レベル診断ゴイゴイスーネットでお送りしております。はい、こちらのサイトでですね我々の霊感を測っていこうというクソ企画でございます。クソ企画ですね。クソ企画です。はい、霊感な、まあ、マッサージは行きたいですけどね。いや、性感な性感な、それ。うん、ちょっと静かにしといてくれよ、性感だけに。悠々白書のあの、はい、あのつやつな。じゃあまず俺から言っとくか。それレイガンやそれも。いた。ごめん、ちょっと聞いてなかった。どうもすぎて。ごめん。なんか10個の質問に答えるだけで霊感わかるらしい。で、ちなみにその霊感むっちゃ強い友達にやってもらったら、うん、霊感レベル 98% みたいな。え、体の 98% も霊感。霊感、そう。怖すぎる。もう体組成成分。そいつもお化けやん。うん、もうそいつもお化けで。死んでるのでは。君すでにこの世にいないのでは。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。はい、はい、第1問、迷って道が分からなくなったら。はい、まあ、通りがすがりの人に聞く、立ち止まって調べる、直感に従って進むは来た道を戻る。立ち止まって調べるわ。立ち止まって調べる、一旦調べるわ。俺はもう普通に人に聞くかな。そうな、いや俺 Google マップで全然いけんなと思う、うん、すいませんっつって人に聞くわ。はい、で次が92、あなたが得意なのは次のどれ。みんなが見てる前で話す。今世界一恐ろしいことが起きました。はい、それいかに。止まってましたね、撮影が途中でね。はい、一番怖いこと起こったな今この今例の仕業かもしれんで、これも。そやね。はい、というわけで、あの皆さんまだ1問しかとあのやってないところで止まってると思うんですけど、1問まだいけてんねん。僕らあの全部やったんで、これやったやつを見返しながら見返しながらいきましょうね。はい、はい、じゃあ第2問いきましょう。はいはい、あなたが得意なのは次のどれ。はい、初めてっぽい感じで解いてな
初めてっぽい、これはね感じで言ってな、頼むな。うんうん、オッケーオッケー、回して。オッケー。これはね、はい、僕はまあ結構その大学時代も8人とかで飲んでる時に1人で喋るの好きやったから、うん、まあ、みんな見てる前で話をするみたいな感じかな。確かに得意じゃないですか。そうですね。僕はね、これ意外やと思うんですけど、うん、計算して数を求めるのめっちゃと思う。あら、そうなんですか。こいつまでやってすごいね、お前。おい、びっくりする。いや、ほんまに得意で。びっくりドッキリ。あの、あ、数、なんか例えばさ、うん、結構ざっくりとした数字求めてとか言われたりするやん。おうおうおう。例えばあの日本の人口の中で、あの、はいはいはい、ティーバッグ入ってる人何人です、何割ぐらいですかみたいな。でももうその感覚で分析して、そういうの、そう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 、当てるとかが俺めっちゃ得意ね。フェルミ推定って言うんですけど、これむちゃくちゃ得意やね。さっきも、ええ、さっきも聞いてん、言ったなんで、まあちょっとこういう感じですね。はい、はい、しますね。じゃあ第3問いきましょう。何か一つしたいことを選ぶならどれ。これはね、ほんまあの1日オフで何でもしていいよって言われたら、当てていいですか。はい、ネットサーフィン。なんでわかった。お前すごいやん。あ、何でもわかりますわ。うわ、なんか友達おるっていう感覚になった、はい、今嬉しいわ。ありがとう。そう、ネットサーフィンめっちゃねしちゃうんですよ。SNS はすごい好きで、はい、結構僕反応早いでしょ、 SNS とか、はいはいはい、まあそういう感じでね、うん、割とサーフィンしちゃうんですよね。はい。お前読書かな。読書、うん、そういやお前ずっと読んでんもんな、うん、みっちゃん家行ったらもう図書室の一角ぐらい本あるからな。そうやな。せやろ、うんうん、この話はしてないや。確かに。この話は何その急にだから何でお前知らん話ぶっこんできたからちょっとびっくりした。2回目分ねお前。俺んちの話出てくると思う。これ今の初手やろ。交際はどう始まることが多い。これはね、うん、まあ、僕が付き合うので多かったのは友達だった相手がいつしか恋人にですね。ああ、なるほどね。はい、いつしか系なんや。あ、まあ、こうお互いのこと知り合っていって、うん、まあ、最終的にこう付き合う、好きやってなんで。どっから好きになるのそれ。やっぱなんか相手にこう甘えられた時とかですかね。はい、対等じゃなくなった瞬間に好きになる。ああ、なんかちょっと可愛いなって、可愛いがみたいなってなったら好きになっちゃうんや。超えてら、超えられてもいいし、うんうん、なんか甘えられてこうねえねえとか下から来られてもいいし、うん、なるほどね。そういう瞬間にやっぱいいなと思ったら好きになります、ね。はいはい、なるほど。俺はね、友達、ね、相手の方からアタックされてから。いやだから2回目やこれ聞くの。基本的にその好意を向こうから向けられて、うん、あ、この人は俺のことそういう風に見てくれてるんやって思ってから意識し始めるタイプなんで、はい、お前すごいな。そのモテてるっていうことですからね、要するに。まあありがたいことにね。まあでも皆さんあると思いますけどね。ないよ、お前だけや。そんなことはない。基本ないね。相手からアタックされるって、女性からアタックされるってなかなかないことや。お前、いや何かしらあるやん。おい、遊園地デートで最初に乗るなら誰。これはバイキングって何やったっけ、はい、こういうやつ。ああ、こういうブランコみたいなやつね。こういう、あ、まあまあ地べた張ってるけど、はい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 、ブランコみたいなやつ。え、あのあれやんな、あのちょっと甘いだし巻き卵とかを選べるとこじゃないやんな。ああ、それはバイキングですね。違うバイキングです、はい、海の海賊のバイキングの、ね、そうやな、うんうん。あ、まあ、あっちも海賊のバイキングか、はい、あ、ちょっとややこしいか。ちっちゃまっちゃな乗り物の方のバイキング。老後に趣味とかにするやつですね。ハイキングですね。違いますって。なんかバイキングこういうやつですから。いや、何笑ってんねん。なんて日だ。おやろ、うざ。バイキングです、ね、バイキングか、はい、え、バイキングなの。俺は、うん、まあ、バイキングそれやとしたら、うん、まあ、俺はあんま好きじゃないから、うん、ジェットコースターですかね。ジェットコースター、うん、なんでさっきと違う選択肢。しかも乗れへんやん。ごめんなさいごめんなさい、あのマジで怖いんで、はい、正直こん中やったら消去法でお化け屋敷や。お化け屋敷ね、はい、よかった。お化け屋敷でも、お化け屋敷行くってことはさ、うん、お化け好きやん。いや、好きじゃないっすよ。うん、うん、全然怖いけど、うん、もうその観覧車とかジェットコースターとかバイキングとか、うん、もしかしたら自分の身に物理的災いが降りかかる可能性があるならば、うん、お化け屋敷行きますよ。そんな可能性考慮せえへん。観覧車こう回ってて上からガチャン外れてドン。いや、ジェットコースター前のレール知らん間になかって上飛んでいってそのままドン、うん、バイキングこの揺れていってどんどんこの振り子の速度上がっていって、いやいや、メトロノームみたいになって 220bpm ぐらいで飛んでいってドン。ないよ。あるって。りょっくんが万発出すぐらいないから。それあるやん。それはなめてんのかお前。ないやん。あるで。ないですよ。まあ僕はジェットコースターっすね。ジェッコか。
無類のジェットコースター好きですね、僕は。無類ちゃん、無類っすかね。何無類の、あれ無類じゃね、まあ、どっちもええよ、まあ、いいとにかくジェットコースター好き。ああ、ジェットコースター好きやんな、はい、とにかく好きです。そう、めっちゃあんのな。テーマパーク行った時のジェットコースターよく、もうだから俺にはしんどいもん。そうやな、もうやめてや、ほんま申し訳ないなと思う、そういうの好きじゃない人おったら。そう、だからもう俺にさ、うん、もうルック乗ろやみたいな、うん、もう殺害予告っすからね、こんなもん死ぬって、死なんて、俺がこんな小鹿みたいになってんのに、死なんて、俺小鹿になったままこうやって積んでいかんって。だからりょっくんが7点引くぐらい死ぬ確率低いから。結構あるって。ないやん、7点結構あるって。ありえへんよ、そんな割と引くって。はい、次の問題。飲食店でのメニュー選びは、これはまあお店のおすすめっすね。そう、みっちゃんはおすすめを聞きますね。絶対聞く、うん、店のおすすめも聞きますし、店にないものも聞きますね。もうまあね、非常にめんどくさいお客さんですよ、これ。申し訳ない、本当にお店の方には。はい、居酒屋店やったら分かるけどさ、うん、今日おすすめなんすかって言われたとき、結構、ちょっと嫌ちゃう。ああ、ほんま。いや、俺ちょっと嫌やわ。あ、マジか。うん。いや、その、もし、なんかあんまプッシュするもんも、なんかなんすかね、うん、もう秋やからサンマの塩焼き絶対売ってやって店から言われたら、うん、いや、もうサンマの塩焼きっすって言うけど、はいはいはい、普通の通常営業で、うん、なんかおすすめのあてとかないっすかって言われてもさ。お前が好きと思ったもん選べよと思って。なるほど、自分の人生自分で決めろと思いながら俺ずっと接客してました。俺もう究極だって、店員さんの好きなもん教えてくださいまで行くもんな。店員さんどれが好きっすかみたいな。なるほど。だからそいつもあんまりその、うん、何勧められて、何勧められて別にいいみたいな状態で、そういうことね、うん、あ、まあ、全然あの在庫余ってるやつとかおすすめしてたわ。僕は、はい、定番の品っすかね。おー、一番人気、まあ、やっぱ人気があるということは美味しいという、はい、間違いないよ、そういう判断で頼んでますね。あー、なるほどね、はい、はいはい。プレゼントに一つもらえるならどれを選ぶ。プレゼントか、これは白のすみです。へー、もう即答ですね。なんでの。いや、なんか白の方が、うん、なんていうかな、そのほら高級な、あー、でも確かにそうやわな、高級なもん入ってるあるわ、なんかブランドもんとか入る、白黒とかなんかそういう色、はいはい、モノクロ系のやつは大体その、あ、なんかしっかりしたもん入ってる、確かにプレミアムな感じする、プレミアム系ね、あるな。そうそうそう、これピンクかな。ああ、まあまあ、なんすかね、エロアイテムとか入ってそう、まあ、その話でいくとそうなるけど、なんか一番ピンクがワクワクするんだよ、なんか。ああ、そうなんだ、え、何入ってるんやろってなる。あ、え、ま、全く分からんやん、その興奮する。だからエロアイテム入ってますね、それ。それエロ入っても入ってる。でもキティちゃんのマグカップとか入ってるからさ、まあまあ、でもそれはそれでまあもらえたら嬉しいよな。でも白にキティちゃんのマグカップはさすがにないやないな、ほんまや、ないや、ほんまや、なやこれ。何を論破してん俺は、わからん。次、近頃どんな気分。最近の気分聞かれても困るで、うん、この最近どうみたいな、やめろ、うん、もう愉快で笑いに満ちてる、ね、床笑やな、ここ床笑いっぱいっすね、床笑っすね、はい。深刻な悩み事を抱えてしまったら。深刻な悩みってのはまずあんまないんですけど、はい、5月30万負けた俺の話として、うん、はい、まあでも自分と対話するよな。なるほど、自分と対話して悩み抜きますね。ああ、何かあかんかったんやろ、次どうしよう。いや、そうっすね、自分の中で解決しよう、もう自分で答え出すマジで、はいはい、そう。だから留年の時も誰にも頼らなかった。そうそうそう、ね、だから危険な思想を持ってんねん。あ、なんか他人に答え出されて、うん、頑張って出した結果ってもう俺が頑張った結果じゃないと思って。ああ、なるほどね、はいはい、はい、まあ、変なとこあんねんマジで。なるほど、そう。だからりょうつくんもっとこうした方がいいですよみたいなやつも、うんうん、俺聞かれへんねん。へえ、俺で成功を収めたいっていう謎の固い意志がある。そのせい、そういうことで頼られへんねん、頑固やねん。なるほど、だから留年すんねん、まあ、めっちゃええやんの、なんか自分を貫く感じがあって、まあ、それもありますけどね。俺逆やわ、いろんな人に相談するわ、うん、前のが柔軟やねん、マジで。とにかくデータ集めみたいな。あー、すごいね、データ集めの好きやねん。データ集めすんねん、すごいデータ集めちゃう。データテニスか、お前犬に定まるやん。全部データベース、えらいな。女の子と遊びに行くときも、うん、ちゃんとそのそこに持っていけるデータをちゃんと収集して、うん、で、その数字得意と言ってたけど、うん、いろいろ推測して計算した上でやって、はい、ノーセックで帰ってくる、はい、そうそう。失敗してるぞ、失敗してるの。まあ、でも病気になるときはマジで誰にも相談せんかったな。あー、
ずっとしんどくて、あの時はマジで誰もそうだね。そういう時はだから辛いよな、うん、自分じゃどうしようもない瞬間来た時に俺みたいなやつは苦労するんだな。それが留年さやな、借金、そうか、そういうことや。最後の問題、友達が非常に困窮した状況にいたら、はい、ちょっとこれ仮定が結構難しいですけど、まあ一個定義を決めよう、うん、じゃあまあ、大学とかで仲良くしたりしてたけど、うん、まあ、今は環境が違って、うん、まあそれなりに、まあ、ちょっと仲はいいぐらいの友達、ほうほうほう、はい、まあ、直接的な絡みはない、一緒に仕事もせんし、うん、毎日飲みに行くような仲でもないし、うん、みたいな関係にしよう、うん、普通に友達、いや、そいつがめっちゃ困ってますと、うん、SNS とかでわめってたらどうする。いや、俺は飛んではいかん、まあ全然自力で解決できると思って様子見るので、なるほど、一番上のやつ選択しますわ。はいはいはい、うん、僕はこれまでも同じような感じやけど、うん、まあ助けてって言われたら行くかな。ああ、そのシーン、うん、なんかまあどこに向けて発信されてるか分からへんから、まあでも自分個人に頼りが、頼みが来たらさすがにでも話は聞くかな。うん、それかな、話聞くやろ、話聞くか、まあそれかもしれない。出し惜しんだな今、ちょっともったいないから出し惜しんだな。というわけで10問終わりましたんで、終わっちゃいましたね。結果見てみましょうか。見てみて、はい、はい、せーの、ドン、こんな感じです。え、77%、パチンカスや、77%、パチンカスや、これエヴァで出たら確定ですからね、ああシングル率絶対出せへんけどな、シングル 77% 出せへんけどな。信頼ないな俺俺ギャンブルに対する、なんかギャンブルでお前に対、俺に対する信頼マジでないよ、うん、やのに 77% ってことや。でもやっぱギャンブラーの血が騒いでる。こんなとこで引いてもしゃあないんや、すごい引きやった、こんなとこで引いてもしゃあないんや、すごいよそれ、意味ないんやって。77% っすよ、すごいな、うん、でもあ、ないと思ってたね、正味だから常にと、なんかないと思ってた。こいつの説明によると常に鋭い霊感はないけど、うん、なんかあるきっかけで、はい、ガチで霊感発動しちゃうみたいな。なるほど、していらんので、うん、もうこのままでいいっすわ。なんかないそういう経験、え、あ、しんどい時とかね、うん、あー、まあだからほんまに疲れた時とかに、うん、こう発動したり、そう、なんかこうあーってなってて、はい、あれか、なるか、あ、かん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 、なるか、霊か、霊か、いやいや自分や、なる、あ、天神が表意してくる、高齢してくる、え、天神別でおる、別でおんねん、あ、そうそう、だからこれとかもどうだ、終わりや、普通に、あ、かん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 、霊かってなるな、やっぱり、なるほどね、うん、なんねや、な、大関霊かやるわ。こっぱ、怖い話してた今。こっぱ。みっちゃんは1%とかいう。1%です。1%。すごいな、逆に。1%なんですよ。だからもうほんまにないんやな。マジでなんもない。ああ。そうやろうなって感じやもんだって。ってやんな、こんなもんさ、うん、鍛えれるもんじゃないでしょ。いやでも欲しい、正直。欲しい、霊感欲しいんや、うん、でもあれやろ、その知り合いのばあちゃんとかも、うん、霊感強すぎて車乗れんくなったりするやろ、もう人が、らしい、人がか霊がどっちかわからんから、らしい、いや怖いわ、無理やって、生活に支障きたぜやん、ほんと。でもまあ見えてる人に申し訳ないんですけど、うん、正直僕もその世界見てみたいなと思うんですよ。どんな世界なのなって。絶対嫌や、1日だけでいいから 100% にしてほしい、1日だけでいいから、1日だけな、うん、もうえぐいんじゃん、もうでも1日だけ 100% やったらこの部屋とか、うん、めっちゃおると思う俺多分。いや、ワンチャンあるらしいからね、うん、あのお魚社長がめっちゃ引き連れてきてるから多分。へえー、やだ、うん、霊多分連れてくんね。あ、そう、塚木はなんかついてたよな一時期。そうそうそう、よう言われてついてますよみたいな、うん、で俺はなんか動物の守護霊がいっぱいおるらしいからここ多分あのゴリラとか猿とかでいっぱいなる霊感 100% になった。何動物の守護霊。いや、動物の守護霊なんか前言われてたのよ、まあ、なんか言われてたなんか動物系の。そう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 、言われたことある。ほんまにそういう強靭 な屈強な動物たちが後ろにおるみたいな。一人サファリやってんの俺。何それあ、でも守護霊系出たらなんか俺めっちゃ強い守護霊おるっぽい。へ、武将系の、え、侍系でなんか、ああそう、なんか結構そっち系らしい。だから鼻刀みたいなってのは。それはお前誰が話しかけてんやん誰がお前鼻日本刀みたいなってんもんな。そういうことか。ちゃうねん。
一番かっこええやん、お前スタンド使いみたいになってるやん。そうやね、だ強すぎてもう寄ってこれへんのちゃうみたいな、はいはいはい、説が一応ある。なるほどな、説だけやで。まあ皆さんもね、興味があったらやってくださいっていう話ですね、はい、じゃあ、 誰かコメント欄で霊感上げる方法、鍛える方法あったら教えてください。そうですね、まあね、こんだけ霊感テストみたいにありましたけども、うん、信じるか信じないかあなた次第ですけども、うん、もしかしたらこのカメラに映ってる僕たちも実在しないのかもしれません。信じるか信じないかは明日晴れだ、あなた次第です。